こんにちは誰でもパイソンチャレンジ、はい、えー、真相開店してから2回目ですね。はい、えー、今までの子供 Python チャレンジを、えー、衣返してお,くお送りしようと思っております。さて、えっ、ー、と、前回書きましたね、101回で、えー、ね、まあ、いろいろなことをやって、まず環境を整えて、それから、えー、まあ、Python、まあ、を知らない場合、処方を学んでいただいて、 そして、えー、まあ、タートル描画ですとか、ゲーム作りといったことを、いろいろなやって、あとやってくれ、やってもらった後、やっぱり、パイシンプルグイというのは、とっても使いやすくて、いろんなことのもとになりますので、ぜひ、皆さん、えー、ならあの、親しんでいただきたいと思います。ということで、今日は、今日と次回ですね、今回と次回で、えー、82回以降の、パイシンプルグイでやったことを、 えー、振り返りながらですね、どんなことができるか、どんなに簡単にできるかというのをちょっと一緒に確認していきたいと思います。ということで、まず、PySimpleGUI の振り返りですね。はい。えー、82課、えー、で、えー、見ていただけるといいんですが、まず基本要素は簡単な作り方ですね。三、えー、3つの要素、レイアウトして、そして、まあ、ウィンドウ起動。 まあ、レアルと運動機材は一緒みたいなものですね。それからあとはイベントループ。どういう、えー、キーとかマウスクリックがあった時にどうして欲しいか。えー、ボタンが押された時にどうしたらいいか。これを書くところがイベントループです。ちょっと、えー、最初の例を見てみましょうか。えっ、ー、とですね。そうですね。えー、まあ、ここの中で、えー、私が982、えー、課で、えー、作ったものですね。例えば83課、一番最初に作ったのはこれですか はい。これが、えー、例えば、えー、まあ、このやつですね。シンプルグイ、えー、あずし、SG で読みます。まあ、ちょっと、基本はこれだけですね。レイアウトを指定します。レイアウトはテキストボックスが1個とボタンが1個。そして、えー、あとはこれをウィンドウを作って、そして、例えばボタンが押されたら、ちょっと走らせてみましょう。 はい。これだけですね。こういうものが出てきます。そして、ここでは、えー、現在の日付が出てきます。そして、この切り替えボタンを押すと、えー、時間になるわけですね。現在の時間になります。また戻すと日付になる。これだけのことをやるのに、まあ、このテキストとボタンですよ。テキストの t、ボタンの b ですね。そして、ボタンが来たら、まあ、 こっちに切り替えますよ。アップデートしますよ。これだけでいいんです。いろいろ、えー、作り始めるのにとっても楽ですので、ぜひ見ていただければと思います。この回を見て、82回、83回を見ると、えーまあ、まず基本がわかりますね。そしてその後、例えば、今デジタル時計の後、消費税解散。簡単な計算アプリというのも作っていました。例えば、えー タックス83、84かな、えー。83、84。これですね。例えばこれは本当に、えー、少し数は増えてますけど、基本的には、えー、テキストとインプットボックスとラジオボタン。テキストとボタンがいくつか並んでる。そして簡単な計算を行うという感じですね。これを走らせてみると、 こうです。はい。税抜き価格を書き込んでください。ここですね。テキスト。税抜き価格、インプットボックス。ここに、例えば、250円のものです。そして、消費税は10%です。個数は1個です。そして、計算ボタンを押すと、えー、税額は25円で、税込みで275円です。こんな風に、もう簡単に書けます。ね。えー 30円の、えー、8これを3個だったらばってやってやると、えー、税額は7円、税込みで97円。こんな感じですね。ですので、えー、とっても簡単だっていうのが、まあ、分かると思います。これ、ちょっとややこしく見えますけど、実は単純なんですね文字。入ってきた文字列を数字に変換して、そして数と税率をかける。 というような感じです。えー、ぜひ、ここら辺、83回、84回も見ていただけるといいと思います。それから、いろいろ綺麗な点もいいですね。テーマブラウザーという回でやりましたけど、えー、っと、85回かな。85回を見ますと、えー、テーマブラウザー、86回ですか。はい。 これはもう本当にこれまたシンプルですね。まず元になるテーマが、テーマっていうのは色合いのことです。ね。そして、まあ、もともと PySimpleGUI にはいくつかテーマが用意されています。ちょっといくつ例を用意されているか見てみましょう。えー、104個、104個用意されて、154個用意されているんですね。そしてここで、これは、えー、このリストボックスという、えー、仕組みで、 こんな風か選ぶようになってます。そして、例えばこれを1個選んで、なんか長い名前ですね。まあ、グリーンタン。選んでやると、こういう風うに、この場合、ポップアップという種類のものが、その色合いで出るという仕組みになってます。えー、カヤックというのは、こんな色、えー。ブルー系も、はい、こんなもので、例ですか。ブラウン系。それから、えー、グレー系。 いろいろありますね。Python 系、Redit、えー、Reds Red。ね。というように、えー、っと、これ、ここで面白いのは、ボタンがなくても、このリストボックスで選べばいい。この Enable Event を true にすることで、ここでボタンを押すだけで、えー、選ばれてポップが出てくるということですね。ボタンを押されたときに、 このイベントが起きてポップアップテキストが起こるよというような感じになっております。はい。ぜひこれなんかもちょっと見てこんなに簡単にできるんだというのを実感してください。それからもう少しややこしいこと、つまりファイルを開いたり画像を表示したりすることも簡単にできるという例がこの後ありました。ちょっと見てみましょう。えー、っと、84回の後が えー、テーマブラウザの後ですね。えー、っと、どこ行ったのあれファイルビュー。そうですね。これは、えー、っと、こんな感じ。これもすごい短いファイルですが、えー、このファイルブラウズというウィジェットを呼ぶことによって、えー、今まで作ったファイルを見るということに特化したファイルビューは、とにかく簡単に このマルチラインっていうところにソースをあるいは中身を表示するようになっています。例えば、ここで、こうですね、選ぶを押すと、こう普通の標準的なこのブラウズダイアログが出てくるわけですね。そしてこの中で、例えばどれでもいいんですけど、えー、こういうふうに選ぶと、その中身がここに表示されるということになっています。 ですので、ほとんど何もしなくていい。ということですね。はい。えー、何もしなくてもよくて、この、これもイネーブルイベンツをオンしファイルブラウザーという字ーーと呼んで、イネーブルイベン s でインプットってやると、そこだけでファイルを開く。そしてファイルをオープンして、テキストをマルチラインのここのエリアに貼り付ける。というようなことがすごく簡単に書けます。同様なことは、 画像でもそうですね、えー。画像ビューワーでも同じです。えー、っと、見てみましょうか。同じく、この次にやった、えー、イメージビューワーですね。えー、っと、どれでしょうか。えー、これかな ?89 かイメージビューワー。これですと、同じように、えー、ファイルを開くことが、もう PNG ファイルであれば、 えー、一発でそのまま表示することができます。このイメージをオープンして、えー、それを渡してやるだけで表示することができます。ファイル名をですね。そして、まあ、ここではその後ちょっと変形して、JPEG ファイルであっても、まあ、PIL というイメージライブラリの中で変換することによって、簡単に開けるという例を示しました。例えば、これも同じですね。ファイルブラウズをして、 えー、なんか png ファイルありましたっけありましたよね確かね。えー、っと、.jpeg ファイル。あ、消しちゃったかなえー、あ、残念。.jpeg ファイル。じゃあ、フルーツ。まあ、こんなファイルを、えー、カラーで示した後、白黒で示すと。まあ、あこれは簡単な処理も行っている例を見せています。ここで白黒に処理してまですね。こういうように、まあ、あ 極めて簡単にファイルを選んだり、それを表示したりすることができるということになっています。はい。えー、そうですね。まあ、ざーっともう一回見てみましょう。最初にやったことが82かえー、レイアウト、ウィンドウ、イベントループでテキストを表示するというわけですね。それから、日本語のデジタル時計では、えー、日本、 曜日と日本語で表示したり、時刻と日付を切り替えるというようなことをやりました。それから消費税の計算。これも結構簡単だったですね。そして、えー、テーマブラウザーで、えー、先ほどのイネーブルイベントによって選ぶだけで出るようになる。それからポップアップを使う。こういうことをできるよで、ファイルビューアーと、で、ファイルの中身を読むことですとか、 画像ビューアーで画像を表示するということが簡単にできるということを示しました。はい。えー、そうですね。さらに改良して JPEG ファイルもできるようになる。えー、というようなことを、ここまでやっていました。はい。えー、いいと思います。と、そうですね。今日は、えー、今回はここまでにしたいと思います。明日この続きをこやります。えー、ぜひ、いろいろ、全、ここまでの 特にですね、軽く文法を覚えた後では、ぜひこの82課から始まる PySimple GUI シリーズ、えー、見ていただいてですね、えー、自分で手を動かしてみると簡単にできるというのがわかると思いますので、ぜひえ使って、そしてマスターして自分なりのアプリケーションを作れるようになっていただければと思います。次回もこの続きでもう少し、えー、凝ったことをした例も示しましたので、それを振り返ってみたいと思います。 はい。今回はここまでです。また見てください。さよなら。